ポップティーン TV メイクヨアスマイル、みかんです。私はですね、ポップの中でギャル枠にいさせてもらってて、レギュモの中でギャルは私一人なので、それを活かした動画を作りたいなって思って、今回は5つのテイストに合ったギャルコーデを紹介していきます。でも私はすごい身長が低くて153センチなんですけど、でもだからこそ同じ悩みを持ってる方にもぜひ参考にしてもらいたいなって思ったので、低身長ギャルコーデを紹介していきます。スタート。1つ目のテイストはレディーギャルです。シンプルな白ボトムでレディーさを出してみました。足を露出してない分、上半身で露出度を高めて調節したよ。急なタメ口。この靴はね、足首にもちゃんとストッパーがついてるから歩きやすいです。靴ずれとかもしなくて。バッグはポプセンの収録でサマーサベガさんからいただいた超可愛いミニバッグです。このベルトも可愛いよな。首元が開いてたのでチョーカーをつけました。背中もしっかり露出でギャルですね。では次かな。2つ目のテイストはクールギャルです。全体的に色味をトーンダウンをしてみてかっこよく決めました。かっこよく決めたい時はかき上げの外羽が最強にマッチですね。ズボンは一目惚れで白のスティッチが可愛すぎて購入しました。首元開けばすぐなんかつける。首にバッグのパイソン柄と靴の柄を合わせてちょっと統一感出したねん。なんか怒ってるみたい。トップスのリボンも可愛くてお気に入りです。次、3つ目のテイストはアマギャルです。これは普段のミカが絶対着ないような超珍しいレアな感じですね。ミントグリーンと白ってめっちゃ合う色やな。靴は締め色に黒を入れました。風が吹いたらチラッて見える足が可愛いね。足は可愛くないけど。透明バッグやけど中身見えへんから安心。これ髪の毛は服に合わせてゆるふわふわ巻きにしました。この肩出しが一番のギャルポイントです。糸こんにゃく食べたくなってきた。次、4つ目のテイストはカジュアルギャルです。シンプルな色のステッチヒールってもう何にでも合う。でもやっぱりデニムが一番合うかな。ギャルといえばヒョウ柄なので小物で柄付けをしました。レザーのキャスケットは一つ持ってたら優秀やな。ハイウエストのフレアパンツはマジで低身長の味方。ちなみにトップスのワンショルはレディーギャルを着回しました。次、5つ目のテイストは大人ギャルです。これはセットアップじゃないんやけど似た色物同士で合わせてみました。長袖長ズボンだと結構ドシッてしてしまうコーデになるから、インナーをまくって腹出しにしました。どうですか？エモダさんの鬼可愛い黒ヒールです。これも足長効果を出したかったのでハイウエストにしました。やっぱりどこかに柄を入れたくなるから、このインナーのヒョウ柄っぽい柄を入れたのがギャルポイントです。最近は透明メガネにハマっております。このチョーカーはウィゴーさんで小学生の時に購入したものやから、ちょっと今は売ってるかわからんけど。黒バッグはどんなテイストにも合わせやすいから常に愛用してます。髪の毛はお団子で大人っぽくしました。あ、ちょっと迷彩のゴム、母のものをお借りしたので気にしないでください。黒のセットアップにしようか迷ったけど、ベージュの方が印象が明るくて良きです。以上5コーデでした。去年の夏の GO のポップを読み返したりして少しコーデを参考にしてみました。結構見てもらった通りプチプラが多いと思うから、結構参考にしやすいかなって思うので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。どのテイストでも着こなせれるギャルになれるように、これから私服とかももっといろいろ研究していきたいと思います。次こそは YouTube バトル絶対1位、皆さんで目指します。絶対噛んだらあかんとこ。絶対皆さんで1位を目指しましょう。オレンジーズ大好きです。
さんよろしくお願いします。バイバイ。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。次の動画も楽しみにしていてください。バイバーイ。ドン。